ちゃん。撮っていいですか。ああ、いいです。センサーで置いたら、そうですね、ここに置いたら、こっちで、あの手張りっていう後ろの部分を溶着して、向こうであの上下の布を切るような、結構ですね。ちょっと弱い。フィルムもいろいろ厚みとかも変えれる。この温度だとここで変えてます。この最後の部分はこっちで変えてる。すごい。ありがとうございます。こっちは向こうと違って、こっちはあのすごい機械的というか。操作方法はこっちのシンプルにはないです、うん、こっちの方が安いの。そうですね、若干こっちの方が安いです、うん、これもなんか向こうでプロになるような、うん、楽は楽ですよね。楽は楽です。かなりですよ、作業のスピードは上がります、はい、絶対1分間でこっちの機械が20キロぐらいできるので、1時間で1500キロ。あ、全然違う。時間短縮とか人件費の方で機械代はすぐ止めるので、今結構全国的に2000台でちょっと出してて、こっちのタイプが、これが10センチから99まで切れるので、刃物だけじゃなくて大葉とかごぼうとかもフィルムの幅によって変えれるので、そういうのでもう幅広く。ありがとうございます。カタログで。ありがとうございます。どうもありがとうございます。
左方向です。